チェ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 。こんにちは。今日から僕は YouTuber、ザ・ジン・ボクシング・ジム会長の鈴木健一郎です。趣味は料理です。はい、では今からチーズドッグを作っていきたいと思います。ですね、裂けるチーズ、裂けるチーズを開けまして、これに竹串を刺していきますね。結構硬いですね。よいしょ。はい、OK です。ちょっと軍手で触ってますけど、注意していきますね。これが2本分。裂けるチーズをつけた後は、そこに買ってきたモッツァレラチーズスライスをね、巻いていきます。これがね、これが伸びる元らしいです。これをですね、僕ちょっと結構手綺麗に洗ってますんで、ちょっと見といてくださいね。ぐるーっと巻きつけて、あっ、ギュッギュッ、ね、ギューっと握り込んでいきます。これをですね、いっぱい伸びるように、1本あたり2枚使っていきたいと思います。この分でも綺麗ですんで、はい、いきますよ。はい、はい、はい、完全に増加しました。ではね、モッツァレラチーズと裂けるチーズ同化させました。はい、じゃあ続きまして、鍋に油を全入れしますね。全入れして火をかけます。はい、じゃあ油が沸くまでに、次は、はい、ホットケーキミックス、こちらを、はい、はい、こちらをボウルに入れて、上の衣を作りますね。ホットケーキミックスを入れた後は、牛乳を、はい、牛乳いきますよ。牛乳を、よいしょ、1個入れます。はい、かき混ぜていきます。はい、牛乳入れてきましたんで、もっとホットケーキミックス入れていきます。全然かな。はい、全部入れました。はい、ゴミはゴミ箱に入れて、はい、OK、かき混ぜますね。めっちゃいい感じだと思います。はい、いい感じです。じゃあこれをですね、はい、いいですか。はい、ね、ここにどうですか。はい、いい感じです。はい、次もいきますよ。よいしょ、結構こう粘りつきやんな。はい、はい、はい、OK、これめっちゃいい感じですね。はい、もっと取れへん。はい、これもっとつけときましょう。はい、もう手使いますね。はい、こんな感じでどうですか。はい、次はどうですか。パン粉、パン粉開けるの忘れちゃう。お、これはパンがないと。あ、ナイスファイト。はい、いきますね。これをここに入れておきますね。はい、パン粉を入れて、はい、パン粉をまぶしていきますね。はい、お、いい感じですね、これ。どうですか。はい、はい、はい、パン粉をつけました。はい、油が沸いてきました。では、チーズドッグ揚げていきますね。おお、はい、どうですか。おお、箸がない。いきますよ。
ちょっと火を止めましたね。ああ、このバランスね。いきなり焦げてます。噛んじゃった。やけどしない。止め。怖い。焦げたら中まで火が通らないでしょ。もうちょっと美味しそうですね。はい、どうですか。中まで焼けへんな。で、あの、歌の向こうはひたすら向こう向いて。エッグアップ。これがウォーマー。どうですか、もう。もう出来上がりですかね。いや、絶対なんか焼けてきてますね。なんか焼けてるかな。うん。おいしそう。うわ、真っ黒。うん、おいしそうかもしれん。はい、では、いきますね。こんなもんでいいですかね。ちょっと黒いな。でももういいかな。あとは余熱で多分いけると思います。では、はい、のせて、はい、熱のせますね。はい、いいですか。ちょっと黒いですけどね。そうですね。これは何やってる。はい、ではチーズドッグにケチャップをつけます。はい、出来上がりです。では早速試食してみたいと思います。金水とじゃなくてゴムチューブがついてる。レン君どうぞ。中火通ってるかも。そう、もうそう、伸びるやん。そこへ探し伸ばしてな。小さいハンドル、小さいハンドルを。いただきます。どうぞ。これを100回。さっきに400円とか焼けてる。して、どんどん帰ってきても早くしようって。なんかあ、でも焼けてるんだ。あ、いい匂いする。伸びました。あ、ハンプみたいな。あ、これを伸ばしてくれ。伸ばしてくれ。そこしてくれ。一番早いですね。もっと顔見せてくれ。伸びないし。はい、ではいただきます。柴田さんに試食してもらいたいと思います。どうも。いただきます。どうやら薄くない。もっともっともっと。そうか、そうか。おいしい。うん、あ、うん、ちょっと伸びました。でもおいしい。ありがとうございます。あ、ほらほら